孫政裁は中華人民共和国の政治家。第18期中国共産党中央政治局委員、全重慶市党委員会初期。1987年から中国共産党の活動に参加し、1988年に入党した。北京市農林科学院大学院修了、農学博士。同科学院研究院、同科学院作物所研究室副主任。 同科学院都医所所長、同所党支部書記、同科学院副委員長、同科学院党委員会副書記等を経て、中国共産党準議権委員会副書記に就任した。その後、準議権副県長、大県長、県長、中国共産党北京市準議区委員会副書記、同区長、同区党委員会書記、北京市党委員会秘書長などを歴任した。 2006年12月、第10期全国人民代表大会常務委員会、第25回会議において43歳の異例の若さで農業部長への就任が決定され、最年少の閣僚となった。2009年11月、吉林トを委員会初期に任命された。同時に内モンゴル自治区党委員会初期に抜擢された、同い年の小遥香と共に、第6世代のホープとみなされていた。 2012年11月15日、第18回党大会後の中央委員会で、小春香と同じく49歳で中央政治局委員に選ばれた。同月20日、重慶市党委員会初期となる、第17.18期中央委員、18期政治局委員。2017年7月15日に、重慶市党委員、重大な規律違反の疑いで、 共産党中央規律検査委員会の調査を受けている。公認の初期は賃品難事。2017年7月24日、中国国営新華社通信は重大な規律違反の疑いで孫制裁政治局員を調査すると決定したと報道された。重要人事を話し合う北大が会議直前の時期であることは立憲を規制事実化する狙いと報道されている。 中国版ツイッターと呼ばれる美白においては、孫制裁についてか。2017年9月29日、中国共産党は政治局会議を開き、巨額の賄賂を受け取るなどの重大な規律違反があったとして、孫制裁政治局員に対し投石剥奪と公職追放の処分を下した。刑事責任を追求するため、身柄を司法機関に送られた。 2017年12月11日に最高人民検察院が収賄の容疑で捜査を開始したと発表。その後捜査が終結し、2018年2月13日に収賄罪で起訴されたことが発表され、5月8日に無期懲役の判決を受けた。公民権は終身的に剥奪、個人財産も全額没収。夫人の子 A は霊計画夫人。 谷立品と同じ区民生銀行の婦人クラブのメンバーであり、2017年5月から腐敗問題に関する取り調べを受けていたと言われる。ありがとうございます。